リンゴはバラカリンゴ族の落葉鉱木、またはその果実のこと。植物学上は西洋リンゴと呼ぶ。春、白、または薄紅の花が咲く。人との関わりは古く、紀元前から栽培されていたと見られ、16世紀以降に欧米での生産が盛んになり、日本においても平安時代には書物に記述が見られる。 現在世界中で生産される品種は数千以上と言われ、栄養価の高い果実は生殖されるほか、加工して、リンゴ酒、ジャム、ジュース、菓子の材料などに利用されている。西洋美術、特に絵画では、モチーフとして昔からよく扱われる。西洋リンゴの標準植物学名は、マルス・ドメスチカといい、そのシノニムとして、 マルスピューミラバリエーション、ドメスチカ、マルスピューミラとも呼ばれている。栽培種には、マルスドメスチカボークという学名がある。主に、栽培種が、複数の野生種の雑種であるという立場から使われる。和名に、リンゴと、名が付く別種として、和リンゴが、マルスアジアティカ、講義のエゾノコリンゴが、マルスバカタ、シベリアリンゴは、マルスバカタバリエーション、バカタ。 エゾノコリンゴは、マルスバカタバリエーション、バカタ、台湾リンゴは、マルスドーメリという。日本語においては、漢字で、主に、リンゴと書くが、この語は、本来、同族別種の野生種はリンゴの漢名である。また、金を、語と読むのは、漢用音で、本来の読みは、ゴン、金である。古く、中国から日本に伝わったはリンゴを、リンゴと言い、 日本でリンゴと呼ばれるようになった。現在、日本で広く栽培されているリンゴのほとんどは西洋リンゴである。米はリュウゴウと呼ばれた。原産地はアジア西部と言われ、北部高架サス地方が有力視されている。リンゴは7500以上の品種が栽培されており、亜寒帯、亜熱帯及び温帯で栽培可能である。暑さに弱いため。 熱帯での栽培は難しい。リンゴの木は、落葉鉱木で、日本の栽培種を、放任栽培すると高さは8メートルにもなる。柿は晩春頃で、白い五弁花が開花する。品種によりまちまちであるが、8から11月にかけて果実が実り、収穫される。リンゴの果実は、直径約3から15センチメートル、重さ約35から1000グラム。 外皮の色は赤や黄緑または黄色をしている。熟するとヘプタコ酸を含んだ老状の分泌物に覆われる。果肉は炭鉱色から白色の品種が多い。外皮近くなど果肉が赤からピンク色になる赤肉系の品種もある。以前こうした赤肉系の品種は渋みが強く生殖に向かなかったが2010年代になると 日本では生殖でも微妙な赤肉系が品種改良により相次ぎ生み出された。弘前大学の紅の夢、HFF60、HFF33、農研機構のローズパール、新州大学のレッドセンセーション、青森県五所川原市の栄紅やレッド級などである。リンゴの3つは比重が大きいため水の中に入れると沈む。 果実の他の部分は、比重が小さいため水に浮かぶ。スイス地方の先住民族と言われている湖、生民族の遺跡からは、リンゴの化石が発見されており、推定4000年前には、リンゴが栽培されていたと考えられている。ヨーロッパに広まったリンゴは、16世紀から17世紀頃に、かけて、ヨーロッパ中部以北各地で栽培が盛んとなり、19世紀中頃には、 イギリスが大産地となった。アメリカ合衆国には17世紀前半、ヨーロッパからの移住民によってもおたらされ、新種の開発や枝変わりの発見など、大きな発展を遂げた。以後、世界各地で栽培されている品種のほとんどはアメリカに由来するものとなっている。中国の新疆と黄河の西の地域は、中国最古のリンゴ生産地で、中国東北部は、 小玉りんごの生産地となっていた。中国の書物、本蔵項目に、りんご一名、来たる金、こと味甘熟足来金なり。の果ては、味が甘くよく多くの金をその林に来たらしむ。ゆえ、来金の別名があるとの記述がある。19世紀半ばになると、中国にも西洋りんごが導入され、商業的に生産されるりんごのほとんどが西洋りんごとなっている。 ワリンゴはリンゴが日本へ最初に持ち込まれたのは中国からと推定されるが西洋リンゴが西洋から持ち込まれると日本でも西洋リンゴの方が一般的になりそれまでの種はワリンゴなどと呼ばれて区別された平安時代中頃の書物和名類受賞には竜古堺としてリンゴが記述されておりこれが生まってリンゴになったと考えられている地域によっては 臨機という古名も伝わる。戦国時代に、大御国の戦国大名であった、浅井長政は、領内の木の元の寺から届けられたリンゴに対する、礼状を同時に届けており、この書面は現存している。他にも、安土桃山時代の出羽国の大名であった、も上義満の家臣の北立俊長が、主君の義満に酒とリンゴを送ったことが、 吉光から北立への文書から判明している。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の絵に、リンゴの花が描かれるなど、身寄りはどちらかといえば、花が珍重されていたこともあったが、およそ食用として、各地域に伝承されていた。また、仏前の備え物として多用された。天明7年6月7日に発生した、御所千土参りと呼ばれる事件の際、 京都市中に溢れ返った3万から7万人、灯される人数に対し、五桜町上皇からは3万個のリンゴが、貸し配布された記録がある。当時、権力の中枢とは言えず、裕福でもなかった皇室が、即座に3万個ものリンゴを放出した記録により、基本的に食用ではなく仏寺用であるとしても、大規模な栽培、収穫、流通が行われていたことがわかる。 あとに、ワリンゴの栽培、流通は、極小数となったが、例えば、長野県上見野地群飯綱町では、わずかな農家が栽培してその姿を伝えている。このワリンゴの実は、大きさ直径3から4センチメートル、重さは30グラムぐらい。熟すると赤くなり、収穫適期はお盆前である。2003年より、ヒコネリンゴを復活する会が、 全国に残存するワリンゴや野生種を調査し、数十種類の木を育て、収穫した果実はお盆に各地の寺社に奉納している。同じ滋賀県で、前述の浅い長政ゆかりの木のもとなどでも復活、保存の動きがある。西洋リンゴ、初めて西洋リンゴが栽培された、例としては、文久2年、越前福井藩主で、 幕府政治総裁職であった松平春学がアメリカ産のリンゴの苗木を入手し、それが江戸郊外巣鴨の福井藩士屋敷にて栽培されていたと残る記録が有名である。また、それより先、安政元年にアメリカからもたらされたアッフルが加賀藩士屋敷にて栽培され、翌年に実をつけたために食用とされたことが当時の加賀藩士の記録に残っている。 藩主から小さな餅に塗って食べるようにと言われて、金樹らはそのようにしていることからジャムにして食したものと思われる。これらの栽培は当然ながら藩主直接の手によるものではなく、栽培の能力を持った家臣や屋敷近隣の農家や植木屋が関わっていた。板橋と菅野は近隣であり、双方での栽培に関わった人物間の何らかの交流や、 情報交換があったとも推測される。また、福井藩下屋敷では継ぎ木により100本以上の木が生えていたとされ、当時すでにリンゴの株分け継ぎ木のノウハウがあったとも推測される。また、この福井藩下屋敷の株を藩と直接関係のない人物が判定出入りの植木屋を通して入手した話が伝わる。ことなどから、これら2箇所の判定だけにとどまらず、 もっと広く栽培されていた可能性がある。この量判定のリンゴの株の導入経路はどちらもアメリカからと伝わるが、正確な入手経路や品種などは明確になっていない。明治4年に明治政府の命を受けた北海道開拓市の次官、黒田清隆と民部省の細川純次郎は、アメリカから国密など75品種の苗木を持ち帰り、 都道国亀田郡軍70村の70貫園に植栽した。それが広がり出したのは明治7年、内務省による配布が始まってからになる。現在の日本国内の主なリンゴ産地のほとんどは70貫園にその期限を求めることができる。これらの生産がようやく軌道に乗ったのは明治20年代とされ、各産地でのその間の栽培定着の苦労を推測することができる。 袋掛けをしないで成熟させる、産婦自着色促進用の反射シートが敷かれた、農場リンゴに限らず、商品価値の高い果実を収穫するためには、開花直前から、開花時期に優位な花を残す、花摘み、結実後30日程度を目安に実をまびく、摘果作業が必要である。リンゴには果実に袋を掛ける、有体栽培とかけない部袋栽培がある。 不袋の方が日光が多く当たり糖度も上がるが、富士等の一部の品種は果実の色を鮮やかにし、商品価値を上げるため優待栽培を行う。また、優待栽培には貯蔵性が向上する効果もあり、サビ防止のためには遮光度の弱い袋を使用し、着色向上のためには遮光度の強い新聞紙や二重袋などを使用する。名称の頭に、 3月クリンゴは部袋で栽培されたことを示し、見栄えは悪いが甘く美味しいリンゴが収穫される。着色には太陽光が大きな役割を果たすため、果実の日当たりを良くするため適応を呼び玉回し、太陽光を反射させるためのシートの敷設などが行われる。これらの作業は農家にとって大きな負担となるため、着色促進剤が使われることもあるが、 着色系と呼ぶ色付きの優れた選抜ワッシュへの更新も行われる。小作業になる葉取らずリンゴは適用を行わない。樹形は矮性が主流となっている。近年は花粉を媒介する昆虫の減少から人手による人工事故も広く行われている。または敵化の省力化目的で犠酸カルシウム剤を散布する場合もある。 蒸気の栽培法で美観のために行う作業は400時間に達することもあるが、人手不足に加え消費者の意識が過度な外観重視から変化していることもあり、このような作業を止める試みもある。大議として使われる、海道類日本に、リンゴ栽培が伝えられた頃と、同様な伝統的な樹形で栽培する場合、大議は、丸葉海道エゾノコリンゴ済みが用いられる。 Y 製栽培法は、1975年頃より、普及が始まった樹高を低くし Y 製栽培を行う、方法で、リンゴ衛生大義と呼ばれる特性を有した大義を使用する。Y 製栽培により生産者の肉体的負担の軽減や農薬散布の機械化に大きく貢献した。さらにより高密度での栽培を行い、早期多種、禁出生産、 作業効率向上を目指した高密食栽培法が世界的に広まりつつある。世界中では数千から1万以上の品種が存在すると見られている。日本の農林水産省に登録されている品種は177種で、うち品種登録が維持されているものは85種。多くの有名な品種は誕生年が古く品種登録されていない。 富士は1962年に青森県藤崎町で誕生し、日本で最も一般的に栽培され、世界において最も生産高の高い品種である。日本国外にも盛んに輸出され、名前も日本語の発音と同じ、富士の名で親しまれている。中国、韓国、北、アメリカオーストラリアなどでの栽培も多く。 世界的にも最も生産量の多い品種であることが2001年に、米国人学者たちによる調査によって確認された。ブフクロで日光を十分に浴びさせて栽培したものは、サ富士の名で出荷される。早い時期に市場に出回る和瀬富士は、同じ糖度の果実であっても、甘みや酸味に、ばらつきがある。見た目は赤く色づいていても、富士らしい食味がないことがある。 富士を品種改良をしたものは、小玉の富士、姫富士のほか、千秋、高校、品野スイート、北斗、高太郎、ハックナインなど多数である。クラブリンゴ類とは、果実の小さいリンゴ属植物の総称。日本では、小玉リンゴや姫リンゴといった総称で知られる。特徴として、一般的なリンゴに比べて果実が小さく、直径は2。 3センチメートルから大きくても、約5センチメートル程度、重さはわずか数グラムのものから大きくても、約1 5 0ムほどにしかならない。果実の食味は、一般的なリンゴに比べて劣っていることから、縁日で売られるリンゴ飴や果実酒など、主に加工用として用いられている。樹勢が小ぶりなため、街路樹や庭木や鉢植えでの干渉用としても用いられる。 加工用として用いられる代表的な品種には、アルプス乙女、キコマチ、青森オ乙女、ヒコネリンゴ、ワリンゴ、ドルゴクラブなどがある。干賞用として用いられる代表的な品種には、エゾノコリンゴ、ズミなどがあり、ヒメリンゴの別名を持つ、イヌリンゴも干賞用に用いられている。また、フラワーリングクラブアップルという種類は、花の干賞用として、 品種改良されたクラブリンゴ類である。リンゴ族であるためリンゴに似た位置、2センチメートルくらいの赤い、小さな実をつけることもあるが、欠実しないことも多く、食用には不向き。代表的な品種として、花街道、長崎リンゴ、受け崎街道、の街道などの街道類が知られており、これらは、別名、花リンゴとも称されている。FAO の統計によると、 2013年の世界のリンゴ生産量は8080 80万トンであった。2013年の生産量では中国がトップでアメリカ合衆国、トルコ、ポーランド、インドと続く。中国中国ではリンゴの生産が急増しており世界の5割弱の生産量を占めるに至っている。2016年時点では全生産口の約70%が日本で 品種改良された藤である。中国北部の大土高原と北海湾地域は、密照時間や、昼夜の温度差などの環境条件から、世界最大のリンゴ的地生産区となっている。中国では、生産規模、主要品種、気候条件などにより6つのリンゴ生産区に分けられている。特に主要なリンゴ生産区は、北海湾リンゴ生産区と中部リンゴ生産区である。 中国では特に生食用果樹園と加工用果樹園の区分はなく、生食用として市場で売れなかった分を加工工場に送るのが一般的である。日本日本では1962年から1971年の10年間に100万トンを超えたが、価格は低迷し、この時期から減少傾向となっている。日本国内での主な産地は次の通り。青森。 長野の上位2県が全国生産量のおよそ75%を占め、みかんとは対照的に冷涼な気候で育つ果樹の代表格である。上記の同県以外にも、新潟県佐渡市、石川県金沢市、鳥取県大山町などに小規模な産地がある。なお、リンゴを自治体の花、木に指定していることも多い。 生産地低温倉庫、または低温加湿倉庫で保存する。長期保存の場合、低温低酸素高二酸化炭素雰囲気で行われる。消費者水分の蒸発を抑えるため、できるだけ密閉し、冷蔵庫の野菜室などに入れることが望ましい。食物繊維や、ビタミン C、ミネラル、カリウムが豊富。1日1個のリンゴは医者を遠ざけるということわざが、 あるように、リンゴは栄養価が高い果実として食されてきた。リンゴに含まれるリンゴポリフェノールには脂肪の蓄積を抑制する効果があるとも言われる。生産者の間では広く知られているが、5月から6月に敵化した直径3センチメートル程度の未熟化の一部は秋まで土の上で腐らず残っている。この成分は、 ポリフェノールの一種が関係していることが研究の結果明らかになった。日本では95%が生殖され、フランスで約60%が加工用、アメリカでは約40%がシードル、ジャムゼリージュースに加工されている。果実は、ブドウ糖、果糖諸島などの糖類と、リンゴ酸、クエン酸、酒席酸、コハク酸などの有機酸のほか、ペクチン、 フラボノイド、ビタミン ABHC、プロリンなどのアミノ酸、その他方向物質を含んでいる。有機酸や糖による、喉の乾き止め、清涼作用の効果と、タンニンがもたらす収斂作用により成長、下痢止め作用がある。需要や保険に役立つとされ、食欲増進、消化促進、下痢の予防などの需要保険に果実を生殖するのがよく、常食すれば、 動脈効果に役立つと言われている。リンゴの果実の表面には薄い皮があり、皮に付着する農薬等の問題や食べやすさの点から皮を剥いて食べられることが多いが、皮ごと食されることもある。皮むきにはナイフや包丁のほか回転式のアップルピーラーが用いられることもある。また、リンゴ放射状に切り分けるアップルカッターが用いられることもある。 味は、酸味と甘みが強い。日本におけるリンゴの収穫は品種によるが9月中旬から11月中旬である。各品種とも、収穫期間は約1ヶ月程度と短いが、リンゴは高湿度低酸素状態で、冷蔵を保存することにより、長期の貯蔵が可能である。このため、リンゴの出荷は9月翌年7月頃まで、 約10ヶ月間行われほぼ1年中食べることができる。皮を剥いたリンゴの果実は空気に触れると変色する。これはリンゴに含まれるポリフェノールが空気中の酸素と結合するために起こる現象である。これを防ぐために古くから知られているのが塩水にさらす方法である。これは塩素イオンがポリフェノールを酸化する際に働く酵素を阻害する。 作用を持つことを利用したものである。フルーツサラダに加える場合は、食塩水に変えて、他の果物の缶詰内にある果汁を使用することも、できる。最も効果的に変色を防ぐにはレモン汁にさらすと、良い。レモン汁に含まれるビタミン C が酸素と結びつき、ポリフェノールと結合した酸素をも奪うため、変色したリンゴも元の状態へと戻すことができる。 生のまま食用にするほか、ジュースや、アップルパイ、ジャーム、焼きリンゴ、リンゴ酒などにする。リンゴのスライスや、プレザーブは、成果生パン材料ともなる。また、丸ごと飴で覆った、リンゴ飴が、縁日の出店などで売られている。ドライフルーツにも加工される。また、サイダーには、サイダー用の栽培品種があり、サイダーアップルと呼ばれている。このほか、 リンゴを用いた果実酢としてリンゴ酢がある。リンゴの蜜はソルビトールである。バラ科の植物は光合成産物のデンプンを古い管を通じて転流するときにデンプンの下水分解で生じたグルコースをソルビトールに変換する。スターキングデリシャスなどリンゴの品種の一部では果実内に転流してきたソルビトールを グルコースやフルクトースといった糖に変換する代謝系が果実の成熟に伴って停止しても果実内へのソルビトールの転流は継続する。そのため果実内のイカンタバ周辺にソルビトールが蓄積していわゆるリンゴの蜜と呼ばれる半透明部分を形成し果実の成熟の指標となる。成熟の過程で蜜が生成されるもので蜜そのものが 特に甘いわけではない。また、蜜が多くても、その実が甘いとは限らない。ゴールデンデリシャス、津軽は、蜜ができにくく、富士、スターキングは、蜜ができやすい。近年市場では、蜜入りが好まれるが、長期保管したものは、蜜が、褐色に変化しやすい。白樺花粉症を持つ人のうち一定割合の人が、リンゴや桃など、 バラ科の果物を食べた際に舌や喉にアレルギー症状を起こすことが知られている。加工製品では保存中に生じるカビが生産する毒素のパツリンに汚染されている可能性があることから2003年にリンゴ果汁について50マイクログラム、キログラムの基準値を設定された。果実はリンゴ鉄エキス、リンゴ鉄チン器など補欠剤の制約原料としても用いられている。 1835年、リンゴの木の樹皮から、フロリジンが発見されている。同じく木の樹皮から抽出される、キニーネのように、フロリジンは当初下熱薬や抗炎症薬、抗マラリア薬として使用されていたが、後に、腎臓の菌移尿細管からのブドウ糖再吸収を阻害する作用を持つことが分かった。SGLT 受容体の阻害作用による効果であるが、 フロリジンは SGLT に選択性が低く医薬品とすることはできなかった。フロリジンの分子構造を改良して SGLT に選択性を高め副作用を低減した薬剤が糖尿病治療薬の SGLT に阻害薬として2013年3月に FDA に認可された。日本では2014年から 初の SGLT に阻害薬として、イプラグリフロージーンの販売が始まり、2016年までに6種類の薬剤が流通している。なお、リンゴの果実には血糖を下げる効果はない。本像項目第30巻においては、果実は小児の仙壁に良いとされていた。薬用する部位として、果実はリンゴ、葉は、花もみじとも称する。民間療法では、 胃酸型、イアトニー、慢性胃炎、慢性下痢症に生リンゴ果実1個分をすりおろして食べたりジュースにしたりそのまま食べる。子供は年齢に応じて量を加減する。乳幼児の下痢にすりおろしたリンゴ果実の果汁を飲ませるとよく、下痢が止まったら母乳、ミルクに切り替えると良いと言われている。アメリカ北東部のバージニア州周辺では リンゴ酢に蜂蜜を加えたものが保険飲料として昔から飲まれている。汗もには乾燥させた葉 50g ほどを浴頭量にして補丁に入れて風呂に入れる。リンゴの果実はそれ自身が熟成するにつれてエチレンガスを多く発生する。そのためエチレンガスを必要とする実験によく使われる。このようにリンゴの果実から発生するエチレンガスは 植物の熟成を促進するので、促進させたくない場合は、それぞれ別々に密閉して保存する必要がある。ただし、下記のような生育の抑制効果もある。ありがとうございます。